予算のなさですから、お金がないという点ですからね、全国でこういう運動を広げてほしいですね。この居場所がですね、もっともっと点在化するっていうために、必要なお金があったらいいなと思います。なんとかその中でお役に立つものがないかということをずっと見つけてたんです。日本はあまりにも寄付社会じゃないと、そういうことってすごく大事なことじゃないかな。全ての子どもが夢を持って成長していける社会を目指しています。皆さんにもぜひ支えていただければと思います。